それは、どれだけいたのだろう？昭和天皇亡き後、そこにあった権利は分散、それが世界を支えた、ことにはなるわけだが。それは、自身らに都合のいい存在、それを求めた、あるいは今も、だ。結果は、令和になったからか、次々と崩落しつつ。官僚、医者、銀行、あるいは報道。王の権威、それを補助したオーラの、その椅子は、あるいは次第に、老妖帝、その元へ戻りつつある、感じもある。その先に、理想の？王がさん、によって抑制される王の権威だ。その結果、それは一般人と同じ立場に置かれる。結果として、平等、特別のいない、そんな環境になる。想定では、だ。それは理想か？その王の老、そこにいる一人、それは、問題はないのか？王がさん、紛争解決機構、神の意向その結果としてある現状と、その視点。